ダニエル・フォール・ビルヘルム・ベンズ・ダニエル・フォールはドイツ画家である。バーデン大公国で宮廷画家を務めた。ハイデルベルクで生まれた。兄のカール・フィリップ・フォールも才能を認められた画家であったが、ダニエルが17歳の時ローマで亡くなった。高校時代は科学を学んでいたが、風景画家のカール・ロットマンや画家の友人が、 ライン川やモーゼル川で絵を描くのに同行し、卒業すると画家になることに決めた。1825年までハイデルベルクで修行した後、ミュンヘン美術院で兄の友人でもあった、ベーター・フォン・コルネリウスに学んだ。1839年からミュンヘンで風景画家として働いた後、バーデン大公国の宮廷画家に任じられた後、1839年からカールスルーエなどに住み、 1850年からバーデンバーデンで宮廷画家として働いた。美術作品の収集家としても働いた。友人となったアウグストルーカスラの風景画のスタイルの影響を受けて、より明るい色彩の風景画を描くようになった。ありがとうございます。